2017年1日目に行った時に、このまま死んじゃうってぐらい英語ができなかったんですよ。1日にだから1回参考書読んだ時、ネイティブの添削とかもやってましたし、俳優マサト取り990点への道満点俳優として。Hello there、 始まりました、森田チャンネルです。今回はですね、マサトさんにおいでいただきましょう。こんにちは、マサトです。よろしくお願いします。マサさんはですね、アメリカの大学を出ているということ で、どういうふうに英語を勉強してきたのかっていうのを聞こうかなと思いますね、はい、まず高校で IELTS 取ったんですよね。そうですね、高校で IELTS 取ったのは全然高い点数じゃなくて 6.0 とかですね、はい、ほうほう。で英検は12級程度です。なるほど。でその後アメリカ行って、戻ってきて、そうですね、今は英語を教えてて、教えてる子たちが 7.5 ぐらい取る感じですね。で、まあ、英検1級持ってたりとか。そうですね、まあ、英検1級は全く自慢に入らないよっていうふうにさっきお叱りいただいたんですけどまあ、まあ確かにそうだなっていう、もう本当におっしゃる通りだとしか思いませんけど、まあ、じゃあどうやってね、その辺の勉強してきたのかちょっと聞きたいんですけど、はい、本当頭が悪いわけですよ、うん、もう興味があるものです。天才テレビくんに出てたのに。天才テレビくんに出てたのは僕空中逆さが得意で。すげえ。何の話してる。すっぱり大丈夫です。英検準1級とアイエルツ6.0。まずそれ高校時代取ったわけですけど、はい、高校時代どうやって取った。高校時代はそれこそ10ヶ月間高校2年生の時にニュージーランドに行ってたんですけど、はい、僕これ声を大にして言いたいんですけど、留学らしいことは一切やってないです。何してたの。だからもう高1の時にバカ極めてましたから、はい、本当に最下位2回も取ってますし、最下位を2回も取っていますし、もう本当に学校もあまり行っていなかったので、はい、もう本当にニュージーランドに1日目に行った時にこのまま死んじゃうってぐらい英語ができなかったんですよ。だからみんな効率を考えて勉強しなかったりしますけど、はい、僕はもうとりあえず手に触れた参考書を一回もう今日読み終えるっていう雑な勉強法ですよね、ある種触ったものを何か覚える、これをもう一回終える、とりあえずもう分からなくても、日本語が分からなくても最後まで読み終えるっていう。そうすると意外と最後まで行くと最初に分かんなかったこととか最後の方で逆に解消してたりすることがたくさんあるじゃないですか。あ、このつながりなんだとか、こっちでこういうふうに言ってて、なんでこれでこんなにたくさん意味もあったのにっていうのをこっちで分解してたりとかっていうことがあって、1日にだから1回参考書読んでたんですよ。もう1冊ですね、1冊を1回1冊1回で30日ぐらいでもほぼそれは、ね、覚えてますか、どれやった、こんなんやったとか。もうだからそれこそフォレストでしょ。あ、はいはいはい、うん、フォレストとあとは単語帳も2冊やってたんですよ、1日に。それも触ったらもう最後までやるっていう。覚えてます、何の単語帳。コア1900とデイリー1500。コア1900とデイリー1500と、あ、デイリー1500、はい、うん、もうやってて、であとはまあ12級やってたし、12級レベルでしたから本当に、なるほど。3級の単語怪しいレベルでしたから、へー。で12級やって、で2級やって、で12級やって、12級の単語帳は確か2冊かなんかあってみたいな感じでやってましたね。そんな、どれぐらいの期間それやったの。フォレスト1日1回1冊みたいなのは30日で、分かるところに関してはもう潰していくので。フォレストを毎日全集するってこと。そうなんです、フォレスト毎日全集。なんて無駄、はい、なんて無駄でしょでもバカだから努力でしか補えなくて、すごいですねそれは。勉強したこともないから、もうとりあえずそれしかない、なかったんですよ、うんうんうん、逆に言うともう分かってるところだから全部潰してって、でそうすると、まあ、1ヶ月後には大体6分ぐらいで分かんないところをこう復習する程度にはなっていて、だから1ヶ月で一応1冊終えたっていうふうな実感が湧いて、はい、でそれと同じ感じで単語帳ももう毎日やってるとバカでも覚えるんですね。なるほど。効果と同じじゃんって思い始めて。歌う？もうなんかもう効果って分かんなかったやつっていないじゃないですか覚えられなかったやつっていないから。はい、歌えない効果を覚えられないんだよねっていうレベルのバカさっていないじゃないですか。なるほど、なるほど。そういうもんだっていうふうに単語帳を捉え始めてって、だからこう頭悪くてもやれるんだっていうふうなことをすごい、あの英語のチャンネルではまあ発信していこうかなって
感じなんですよ。ですね、うん、で IELTS と。そうですね。 IELTS はやったんですか。また IELTS は過去問を、まあ、当時は解いてたけど、準1級レベルで IELTS 解こうとすると、はいはい、英語の資格試験で英検って日本人にとってすごい読みやすい文章なんですよね。遠い接続詞が結んでるものが非常にこう、うん、端的っていうかシンプルなんです、うん、だなって僕は感じるんですよ、うん、でも IELTS の方はそれとそれ結べんだみたいなものが結構出てきちゃったりとか、こう長かったりとかするじゃないですか、はい、だからまあ 6.0 ってぶっちゃけ何も分かってないですみたいな点数ではあるっちゃあるじゃないですか。だから勉強法っていう勉強法はその時になかったんですけど、帰ってきて人に教えるようになってめちゃくちゃクライテリアみたいなの作りました、ね、すごい。もうアメリカ行っちゃって戻ってきた。そうです、早っ。だからアメリカで論文もたくさん書いたし、うん、スピーキングっていうのはもうずっと演劇学部だったから、うん、当然ずっと喋ってたし、うん、っていうことで、まあ、リスニングは当然できるようになってるし、まあ、リーディングはもう向こうで読む量っていうのを考えたら、まあ、まあ、IELTS は、ね、まあ、ニュージーランド行って戻ってきて IELTS 6.0 ですけど、戻ってきて、行く前じゃなくて戻ってきて、戻ってきて、戻ってきて、でその IELTS 使ってコミュニティカレッジアメリカ入って、で、ね、うん、でトランスファーして UCSD で行って、そうですね、で、でそれで戻ってきた、おっしゃる通りです。4年間アメリカ行って、そうですね、戻ってきた、で教える側になって、うん、英検級は、あ、まあ英検級はでも4年間いたらもう、まあまあまあ、なんだこれみたいな。いや、でほどでもビビり方は違いましたよ。やっぱりパート1が、まあそうですね、単語ね、うん、パート1がパート1に来るじゃないですか。しかも最初にパート1がパート1に来る、うん、分かります。パート1がパート3とかだったら、あ、俺長文できたな、楽だわっていう感覚でいけるじゃないですか、はい、でもあの難しい単語がパート1に来るから、ちょっとビビり方が違くて、ね、はいはいはい、でもまあ長文とかリスニングはまあまあ問題なくって言ったら、はい、まあ、満点ではなかったと思いますけど、うん、そんなにまあ問題はなく、でまあライティングはね、はい、もうライティングですから、ね、ライティングはライティングですか、まあ、論文書いてた人からすればね。そうそう、ネイティブの添削とかもやってましたし、あ、そうするとす、まあ、あんまりそんなに難しいものではないかなみたいな感じでしたかね。すごい、ネイティブの添削をやってたんですね。そうですね、もう逆にこうフォレスト一冊をずっと読んでたっていうのが聞いてきて後で、うん、あ、まあ、確かに文法知らなかったりしますからね。そう、 大学ってそうライティングクラス、ね、取らなきゃいけないんですよ。そうなんですよ、アメリカの、うん、そうか、そんな感じでやってたんですね。それは面白いな。そうです。で、まあそれで研究、まあ、何勉強しましたの。英検級の時には何を勉強したかっていうと、単語デルジュンパスタンを前日にめくっただけです。前日にめくった、すげえ。 それだけでも別に、もうそれだけでしたね。その後いろんな資格を取ったりしたんですか。いや、いつだったかなっていう感じなぐらいの時に TOEIC を一応一回受けて、はいはい、950点とかで、はい、950点があまりにも恥ずかしくて、うん、こう動画にもしなくて。あ、そうなんですね。だからもう本当に先生の前で言ってると、いや、じゃあもうすぐ次取っちゃいましょう。もういや、本当ですか。いつ解消されるか分かんないけども、うんうんうん、撮りましょう。じゃあ、分かりました。じゃあちょっとこのチャンネルで、はい、このチャンネルで、はい、やらせていただければ。じゃあ俳優マサトトイック990点への道頑張ります。ぜひぜひ、ね、次回何点取れるかね。もし、うん、分かりました、はい、ちょっと勉強して挑みたいなと思いますけど。じゃあそれちょっとね、うん、開封しましょう、ね、ここ。いや、怖ー、ドキドキする。鈴木貫太郎のね、あの点、ひどい点が入ってるんですけど、これ何が嫌だって、はい、満点取ろうとすると、はい、細かくいくじゃないですか、リーディング。そうです、その通り。時間が怖いですよね。ああ、そうですね。こう速読するタイプの学部じゃなかったので、あ、演劇ってじっくり読むか。めちゃくちゃ精読です。なるほど。いや、どうなのか。え、もういきなり言い訳ですか。あ、違う。いや、怖い。だってそうだからね。じゃあもう、いや、もういいですよ、やりましょう、やってやりましょう。ね、そう、こういう、そう、これガチだから面白いわけです、うん、こういう企画っていうのはね。確かに、おっしゃるとおりですね。もう皆さんね、証人ですから、ウェットネスですから、ちゃんと。はい、あんまね、満点俳優とかいないし。確かに、これから、ね、うん、いいんじゃないですか、それ。満点俳優として寄っていけばいいですね。わかりました、ちょっと満点は取りに行こうかなと思います。ぜひ皆さんも期待しててください、うん。 YouTube 活動はどんな感じでやっていくんですか。これ YouTube 活動は今3チャンネル持ってて。え、3つも3つ持ってて、ゲストチャンネルと、はい、あとは英語チャンネルと、はい、あと映画チャンネルを持ってる、はい、映画チャンネルやってるんですね。映画チャンネル映画チャンではなくて、映画チャンネルだったらいいんですけどね。映画チャンネルやりたいぐらいですね。映画チャンネルやってるんですけど、はいはい、映画チャンネルでは演劇的に見てとか歴史的に見て、うん、まあ、映画が一体何を伝えたかったのかってことを、まあ、話しているっていうことと、うん、あとは物を比べたりとか、うん、で英語チャンネルは物を比べたり、あの、なんだろう、物こう、まあ、映画と
と映画を比べたり、あ、映画と映画と、例えばなんかパラサイトとミッドサマーと、あー、まあ、ジョーカーみたいなものの映画を比べたりとか、そういうことをやったりしてますね。なるほど。映画チャンネルはそんな感じで、英語チャンネルは森哲先生の影響を受けて、はい、東大英単語熟語を、はい、まあ、あれ50セクションあるじゃないですか、鉄壁、はい、鉄壁2160単語、はい、あれをもうワンセクションずつ全部解説していくっていうのを、これはまあ他動詞もあれば名詞もあるしとかっていうのもやったりとか、ゲストチャンネルの方ではまあマサトとゲストっていう名前ですけど、では全く普通にプライベートで僕の友達とかに出てもらったりとか、違う職業の人に出てもらって、サブちゃんみたいな感じですね。そうですね、っていう風な感じでやっている。なるほど。まあそうですね、英語を絡めてねいければいろいろとねこれからいいんじゃないかと思いますので、まあね、トイックマテとってね拍車をかけて、はい、でそれ終わったらほらトフル何点とか、IELTS 何点とかね、 IELTS やれば、人に教えてるだけでちゃんと取りに行ってないですからね。そう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 だよね。で出てしょっちゅううちもコメントきますから、おー受けろみたいな、あートフル IELTS トイック満点とか言ってんじゃねえみたいな、トイック満点とか言ってんじゃねえってレベルの先生じゃないですけどね。まあこれから頑張っていきます。あ、大学受験するのも面白いかもしれない大学受験しちゃうそれもあるかもしれない、うん、なるほど。大学院受験、あ、いいですね、院受験もやりたいなと思ったんで、それは流せばいいんじゃないですか、うん、はい、今回はさっさにおいでいただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。